です。はい、今日は実はね、久しぶりにお出かけに来ました。よろしく思います。どこに来てるんですか？今日はですね、ちょっと音うるさいですけど、実はね、築地に来ましたよ。築地に人が、平日なのに人がすごい。ちょっとね、築地堪能していきたいと思います。試食して、試食してる。いいっす。食べたら、うん、うまい。すげえ磯の香りがするね。うん、日本人なのに築地来たことなかったよ。すげえ、全部うまそう。滝に満ち溢れてる感じ。溢れてるよ。お豆もいっぱい売っております。いやー、やべえ、マグロの解体してる。マグロの解体してるよ。さすが築地、すげえ。おお、すごい魚いっぱいありますよ。僕魚顔って言われますけど、こんな顔してますかね。魚顔だけど。はい、魚顔と猿顔です。魚顔なの？俺魚顔って言われるよ。わかんない。川魚っぽい感じでしょ。フナ。知らない。すげー、人がめちゃいますよ。びっくり、こんなに混んでると思わなかった。マサオさん、どうしたのこの魚？これ一発じゃない、キジ釣ったの？俺がね、海に本当にしてきたんだよ。すごい大きいじゃないですか。大きいでしょ。どうしたの？100万円。これ一本で、魚で100万円。100万円っす。でかいですよ。めっちゃ。そうだ。よしこさん、これどうしたんですか？あ、いらっしゃいよ。どうしたんですか？いいの取れたよ。いいの取れたけど。いいの取れたよ、これ。いくら？一本釣り。いくら？8万円。一本釣り、これ。一本釣り。どこで？あの、そこの、あれで。川で。川じゃねえよ。川で。意外にいた。意外にいた。こいつだけ。いいね。ぬしった。ぬした。陽介、来たよ。ついに中、築地っぽいところ。おー、すごい。これだよ。これテレビで見よう、ボケ。すげー、こういうところだよ、山崎。もう終わっちゃってるけどね。そうね、ちょっと時間帯が。終わっちゃってるけど、すごいね。おー、すげー。ここで、あまたの魚たちが。よし、さばかれて。さばけよ。海の男たちと。もう一本釣り、一本釣り。もう、シュッシュッ。すげー、来てる。カニでーす。楽しい。楽しい。面白いね。サザエさんは今築地だ。くだらないね。すげえ、はい。おすげえ。じゃあちょっとね、築地いっぱい楽しんだし、なんかご飯食べようか。ご飯食べたいね、そろそろ。ね、ご飯食べに行きたいと思います。なお。よかったら どちらかの何かで。はい、ということで今日は築地楽しんでいきました。いやー、楽しかった築地。まさかね、こんなね、美味しく楽しく過ごせると思ってませんでした。しかも今築地本願寺に来たら、なんかパイプオルガンやってます。いいね、色。うん、ついてる。ということで、これからさらに東京を観光していきたいと思います。行くぞ。うわーということで、今日も見てくれてありがとうございます。ということで、以上マスオ TV でした。バーイ。最高だね。今日も僕の動画を見ていただいてありがとうございます。またのご視聴お待ちしております。